はい、今日ご紹介するのはこちらですね。読みますと、加藤のこれカタログ番号かな、 10-410-885系で885系白いカモメ6両セットとなってます。これまあ JR 九州、これ何年ぐらい前でしたかね、もう結構経つと思うんですけれども、白いカモメ、まあ運用によっては白い緑だったりして、なんだ赤い緑とか白い緑とか何なんだよっていうような世界が展開されてたんですけれども、この白いカモ、これはまあカモメってことになってるんですけども、あの白いカモメという、車両です。でこの車両自体はあのすごく、JR 九州が車両に力を入れ始めた最初の頃の車両だと、列車だと思います。まあ出てた時は非常にそのまあ新鮮というか、まあ特急列車だったんですけれども、今では白いカモメ、白い緑、あと白い日輪かな、まあとにかくこの白いシリーズがいくつか運用されてるんですけれども、まあこれは885系の白いカモメ6両セットというものです。まあ開けてみますと、どういうものかというと、まあ知ってる人にはその非常に特徴的なあの車両列車だと思います。説明書があります。まあ白いカモメっていうぐらいで、これ見えるかな、この列車ですね。これ結構そのまあ JR 九州では有名な、まあよく今ではよく見かける、非常にあの有名な列車だと思います。で中身がどうなってるかっていうと、落ちないだろうな、こんな感じですね。こういう列車です。でこれがまあ JR 九州の中では非常に有名な列車だと思います。早速こう広げてみましょう。Nゲージを見てると細かいなと思うところはたくさんあるんですけれども、特にこのカモメで思ったところはここですね。小さく字が書かれてるんですね。これわかりますかね。インターシティ九州カモメエクスプレス885シンス2000って書いてあるのかな。これがどのぐらい細かいかというとですね、実際の車両で見るとこんな感じですよ。もうただのゴマ粒の点にしか見えないですね。なんか心なしか振り子電車っていうような車体の動きをしているような気がするのは気のせいですかね。気のせいかな。気のせいでしょうね。
見えてるかな。今説明書を読んだんですけども、この加藤の説明書によると、一番下に、説明書、実写の紹介の一番下に、この製品には振り子機構括弧パテント、まあ、特許でしょうね、を採用しております。実写の運転シーンに迫る振り子機構の動きとリアルな走行シーンをお楽しみください。やっぱりこれ振り子がこのマシン、このモデルってカーブの走り方がちょっと特徴的だなと思ったんですけど、やっぱりこれは振り子を採用してるって書いてありますね。だからやっぱ見て違ったっていうのはあながち嘘ではなかったんですね。という目で見ると、やはりこうね、カーブをどうやって走ってるかを見てみたいですよね。で、これはちょっと見てわかるかって、本人は気づいた気でいたんですけど、こういう角度だとわかるのかな。確かに他の列車と違って、こう傾いてるっていう表現はあれですけど、カーブの走り方が振り子式だと思わせるような動きを本当にしてたんですよね。ここでカーブを2回ぐらい見れるのかな。内側に傾けてますかって話ですけど、確かに傾いてるように思えたのがこの違和感、なんかちょっと違いますよねって言ったのは、やっぱりそういうことだったんですかね。こう振り子式っていうのをこう N ゲージで見たのは初めてですけども、これビデオで撮ってて、こういうカメラで撮っててわかるかどうかわかりませんけども、その実際に動いているこの列車を見れば、あ、多分振り子というか、どの角度で見た方が一番わかりやすいかな。こう上から見た方がわかんのかな。そんなことは、今こういう感じでカーブを巡っていっている。なかなかこれが分かってもらえるか、内側に傾いてるというよりは、なんて言うんだろう、見え方にはよって説明の仕方は違うかと思いますけど、ひねってるように見えるんですね。傾いてるっていうか、ひねってる。こう上から見たらわかるかな。こうひねってる感じ、わかるかな。これなんかこう見てる人間にはわかる、見てる人間、まあ実写を見てる、実際に模型を見てる人間はわかるんですけど、こうカメラを通してわかるかどうかわからないんですけどね。これで見てもらってわかりますかね。並走させるとわかるかな。わかるかわかんないかわかんないんですけども。あらら、貨物列車が速くて並走は抜けちゃったけど、まだ抜けてないか。こう、こんな感じなんですよね。こういう感じで曲がっていくのに対して、こう、あ、ちょっと影でこれじゃわかんないわ。こういう感じ？わかるかな？こう。
方かな、このぐらい見た方がいいのかな、わかるかな。カモメがやってきます。カーブこういう感じで入っていくんですよね。なんか内側に曲がってるというか、ひねってるというか、それに対してこの貨物列車はまあフラットにそのまま曲がっていってる感じ。こうなんていうのかな、カモメがこう車体を内側にこうひねり込んでいってるように見えるに対して、貨物列車はこう水平に横移動って感じですね。これだ、感じたことは合ってたんですね。これは振り子機能を搭載してますって書いてるんだから、確かにこうカーブを曲がっていく感じが違うんですよね。なんか知らなかったけど、やっぱ目に見てわかるってことは、やっぱ振り子式ってモデルでも N ゲージで見てわかるってことは、やっぱり実車も違うってことなんでしょうね。なかなかこれがカメラ越しに分かってもらえるかっていうのは疑問があるんですけれども、まあ確かに、例えばこういう感じ、こうなんかひねってる感じ、わかるかな。これ視線を上げた方がわかるかな。こうさ、わかるかわからないかわかりませんが、カモメがやってきて、こうここひねってる感じ、さらに右にひねって、さらに左にひねってる感じ。こう、カーブもこうやって、左にひねってる感じ。こうって、貨物列車はフラットに曲がっていってるのが、こうなって、ここでこう分かるかな、ひねってる感じ、なかなかこう面白いですよね。ああこんだけ違うんだ、 N ゲージでこんだけ違うんだ、まあそれだと実車はどのぐらい違うのかなって話ですね。これなんかやっぱりこう見てこうなんていうんだろう、分かってほしい。わあ分からないかもしれないけど、ほら、なんかこう、うねうねってひねって曲がってる感じがわかりますかね。多分次はこの辺来ると思うんですけど、貨物列車はそのままフラットに横方向に曲がっていく感じ、2次元で。で、これは3次元っていうか、こう、ひねってる感じ。まあ、果たしてこれが、その、振り子式っていうのが持ってる、その能力というか特徴のどのぐらいを表してて、自分がどれぐらい感じての、ほらここ、こういう感じでここひねってるって気がに見えるんですね。まあ本当は皆さんにも感じていただきたいんですけれども、ひょっとしたらこれ真上から見た方がわかんのかな。上か、まあ上ではないですけど、上から見たらわかるかなと思って、ちょっと視点を上に上げてみました。貨物列車が行きます。でこういう感じ、こう内側のカモメはなんて言うんだろう、ひねってる感じ、わかりますかね。比べると違うなっていうのはわかるんですね。こう曲がってるところ、からこう上から見るとこんな感じですね。本日も最後までご視聴くださり本当にありがとうございました。